写真拡大、全2枚、衝撃のポテンシャル。阪神の新人8選手が1日、甲子園の室内練習場で体力測定を行い、ドラフト3位及川正孝投手、18、横浜高校ビッグ4の看板にふさわしい抜群の身体能力を見せつけた。およチャーミングな相性とは一転、183センチの肉体に秘める18歳のポテンシャルの高さに球団トレーナーも思わず目を丸くした。新人の体力測定で D3 位の及川が他を圧倒した。長距離系よりは得意は瞬発力系なので、昔からそこそこという感じでした。横浜校では3、4番目くらい。でもまだまだ周りに比べたら全然体も細いんで、成長しないといけないなと思います。謙虚に話したが、30メートル走を風のように走り抜けた。昨年トップだった今季のセ・リーグ盗塁王近本の 3.87 は別格として、 0.04 秒差の 3.91 は高校生投手としては破格。ちなみに一昨年のトップは大卒の島田で 3.99。 ゴンダトレーナーもうちで4秒を切るのは上田、近本、エゴエクラスと目を丸くした。虎の快速3人は3秒8台を出してくるというが、肉薄する数値だ。さらに垂直跳びでもトップの73センチ。これも昨年の近本の球団新92センチには及ばないが、2位だった斉藤の72センチと比較すれば優秀な数字で、堂々の2冠獲得。同トレーナーは高く飛べる瞬発力も非常に優れている、本当に楽しみな選手と絶賛した。横浜高1年夏から甲子園の土を踏み、虎の D1 位西純也投手、そう心を差し学園高、ロッテ1位佐々木明希投手、大船渡高、ヤクルト1位奥川京伸投手、星稜高と高校ビッグ4と称された。しかし今回は神奈川大会準々決勝で敗退。3人が出場した U18 は都杯、韓国日本代表には選ばれず、ドラフトでも3位。現時点では圧倒的に負けていると話してきたが、秘める潜在能力の高さを証明した形だ。悔しい思いもいっぱいしてきたので、そういう思いもしっかり晴らしていけたらいい。甲子園のグラウンドを見つめて言葉に力を込めると、甲子園歴史館では大先輩松坂大輔、今季限りで中日を退団の横浜高のユニフォームを目にし、さらに奮い立った。同じ投手として先輩として尊敬する人、記録1年目に16勝、日米通算170勝だったり、そういうところを目指してやっていけたらいい。自分が高めていきたいストレートのキレが本当にすごい。平成の怪物の動画を見てプロへの思いを高めてきた。タイム設定がきついという冬場の走り込みは横浜高の伝統。松坂も鍛えてきた自慢の足腰、体力で最速153キロを誇る本格派左腕がプロでの覚醒を目指す。阪神タイガースの伝統と歴史を知ることができたので、それに失礼のないようにプレーだったり私生活もしっかり見直していきたい。矢野監督は来春キャンプで新人の2軍スタートを明言しているが、飛躍への下地は十分。虎で大ジャンプを見せる。新里交渉。全7種目計測。阪神の新人8選手は午前9時半頃から甲子園の室内練習場で体力測定を開始。及川、正隆、及川正樹。2001、平成13年4月18日生まれ、18歳。千葉、匝瑳市出身。
さんで野球を始め、菅スポーツ少年団からソーサリトルシニアへ。U15 日本代表に選出され、16年の U15 ワット杯では大会最優秀投手に選ばれた。横浜校では1年春からベンチ入り。甲子園では1、2年夏、3年春の計4試合で登板。183センチ、74キロ。左投げ左打ち。垂直跳びや30メートル走、握力など全7種目の計測を行った。右足首を痛めている井上はできる種目のみ。午後は家族と一緒にクラブハウスや球場、歴史館などを回り、最後に鳴尾浜へ移動して寮など施設を見学した。夜は大阪市内のホテルで家族を含めた球団との食事会を行い、宿泊した。昨年は12月2日に施設見学から参加した D1 位近本を除く6選手が体力測定を行い、D2 位小畑が30メートル走でトップの3秒98をマークした。垂直跳びは D4 位斉藤の72センチがトップ。ちなみに後日、非公開で行った近本の体力測定の結果は、30メートル走が3秒87、垂直跳びはトラ新人では歴代ダントツとなる92センチだった。それまでは、久慈暁良美源内野守備走塁コーチの80。